東京衛生アドベンチスト病院は東京都杉並区天沼場にある病院である。運営はセブンスデーアドベンチスト教団系の医療法人財団アドベンチスト会。敷地には付属の協会通りクリニック、付属恵みクリニック、在宅ケアセンターがある。救急指定病院、日本医療機能評価機構認定病院、慶応義塾大学関連病院会の一員。 歴史は1929年に、現在の地に20章から開設し、1945年には一度閉鎖されたが、2年後の1947年11月には30章で再開し、1996年には参加胸を新築したのと同時に、参加胸のみ、専用入り口を設けているのが特徴。同年6月にはホスピスを併設するようになり、 2008年に186床認可。2019年に東京衛生病院から東京衛生アドベンチスト病院に改称2005年5月には東京衛生病院付属の協会通りクリニックが開院したのに伴い、外来の内科、外科、小児科、婦人科、整形外科,科、泌尿器科、眼科は協会通りクリニックで業務を行い、歯科は 同年12月に付属歯科クリニック会員によってそちらで行うようになっていた。付属歯科クリニックについては2015年3月に再び病院へ統合されている。産科の他内科、下科、小児科、産婦人科、整形外科、緩和ケア病棟、リハビリテーション科、人間毒、検診、渡航検診、地域医療連携室など行っており、夜間救急は 東京衛生病院が担当をしている。地域では、参加と小児科の人気、評判が高く、参加の入り口が独立しているのが特徴である。国内には、セブンスデイアドベンチスト教団が経営する系列の病院として、神戸アドベンチスト病院と沖縄のアドベンチストメディカルセンターがある。公式サイトのアクセスをもとに執筆。ありがとうございます。